皆さんこんにちは、エルザです。クラフトピアシームレス版続きやっていきたいと思います。さて、今回の目的だね。今回はね、ちょっとマップでさ、新しいミッションとか受けたいなってもあるんだけど、メインクエスト進めたいんで、このびっくりマークがいっぱいあるところ、ちょっとここを目指してね、やっていこうかなと思います。拠点もね、ちょっと作りたいなとか思ったんだけど、結構広いんで、まあ第一拠点をね、もうちょっとこっち側にしたりとか、いろいろやってみてからにしようかなと思います。よし、じゃあ行こっか。ちょっとね、アイテムもいっぱいいっぱいでね、大変なんで、なんかないかな。乗り物があるぐらいか。じゃあせっかく前回もらった、そうだね、バイクあるし、これも使ってこっかな。バイクね、便利だよね。あ、そうそうそう。あとね、ちょっとね、やっぱ採取系が結構大変で、集めるのが大変だったんで、まあ、斧と、ウルハシ、まあ、ゲットしました。まあ、大体これで、どうにかできるんじゃないかなっていうね。こう、効率がね、上がるんで。いや、集めるだけでやっぱりね、数十分かかるからね、このあたりは、使わせてもらおうかなと思います。まあ、実質2周目だしね。じゃあ、乗っていきますか。まあ、ただね、これ耐久値あるんで、なんか滑るね。なんか滑るね。大丈夫か？すんごいカクカクしてる。大丈夫か？大丈夫か？めっちゃカクカクしてんやけど。こっちの耐久値も減るのか、バイクやっぱぶつかると。はい、あっち、あ、ちょっと、じゃあまたな。グレムリン倒したいの。ほい、はい、ひい。お、なんかある。樹脂の祭壇。クリスタル集める？え？クリスタル？あー、こういう系。なんか、あったな、こういうのあったな。あーで、なんか新しいところか。ミルウィンだって。はい、ソウルオブゲット。あとね、ファーンって聞こえたんやけど。マジで、一瞬で音が消えるんだよなぁ。んで？目指してたのどこだっけ？あ、まだ先か。あれ？でもなんか、家があるね。ちょっと武器欲しいね、なんかね。めり込んじゃう。結構君飛んでくね。イエーイじゃなくてさ。あーで、家の中もめり込んじゃうね。あー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 あああ。それは、それは、それはいかんいかん。まあ、結構ね、重たいゲームなんで、上げちゃってはいるのが悪いのかもしれないけど、想像以上に、
読み込みが遅いっていうか。ダメか、取れないのか。あ、回収できたわ。これ取っとくとね、後々楽なんでね。あ、豚だ。もうレベル10、なかなかのいいレベルの豚ちゃんだね。おお、城見えてきた。あれはでも人いるのか。あっちから行けそうだね。お、馬だ。馬乗れんのかな。そうか、馬前回集めたっけ。あー、これあれだね、攻撃してボールでゲットするみたいな感じだね。そうだな、多分そうだろうな。ちなみに一撃で倒せるんだね。ただ肉が獣肉、馬肉なんだ。あー、すぐに変わるんだね。馬肉か馬肉、うまいよな。食いたいね、食いたくなるね。そこで出されると。さてさて、橋はまだ上だね。お、風車だ。あー、しかもワープポイントもある。リスポーン更新。めっちゃボロボロなんやけど、これはこれは仕様だよね。こういう仕様だよね。もうね、本来がロードが遅すぎてさ。あ、ちょっと話見よっか。燃え尽きたよ完全に。一歩も動けない。電池切れ。電池。マジで電池か。マジの電池じゃん。こんなある？電池切れだよって言ってマジの電池求めてくるやつ。あ、お宝。あ、なんかそれ鉱石ちょっと違うっぽいね。あ、鉄だ。いや、でも鉄鉱石取るのにこんだけ手間かかんのか。なんかな、前回さ、その弓打たれたけどさ、あんな感じのちょっとした強いボスとかいないのかな。中ボス的なね。あんま見ないね。あ、暗くなってきた。こうなると、ちょっとベッドとか欲しいよね。ちょっとね、やっぱ暗いとね、活動がね困難なんで寝ましょう。おーいおーいおい、どんな寝相だよおい。これはこれはおかしいって。やっぱね、まあまあまあやられなかったからまだいいけど、これはねトリッキーな寝方すぎるわ。あ、商人さん。そうだね、なんか見せてもらおう。木の矢はいっぱいある。ベッドを置いたままにすれば瞬間移動が役に立つって感じかな。抽出集落。
でもここら辺に人がいるってことはちょっとサブクエが、あ、そうだね、ここに溜まってんだね、サブクエがね。あー、なるほど。銅のインゴット。あ、まあ拠点じゃ拠点か。馬好きかい？馬いいよね、とってもプリティだよ。ってことは馬。王罰。あー、アイアンマンとか出てるしな。なかなかだね。君はゴブリンの集落。フロントリックカービンだって。え、マジでそんな銃とかあんの？あ、銃めっちゃいいな。まあね、ちょっとスキルのレベル上げとかそんなに進んでないから、ビルドもできてないし、今のうちにいろいろ武器触って、っていうのはありだよね。お、ここに集落の人いるね。何もないです。まあ何か用ですかって言われたら何もないんですけど、そんな毛嫌い戦でもいいよね。だいぶ毛嫌いされてるな。あ、ちょっと待った。ここ。ああ、ちょっとお城の方行ってみようか。こっちはすごい整ってるね。え、急に。一撃100は聞いてない。なんかもうめちゃくちゃで、いて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 、うーげないんすよ。チェックポイントしかないんすよ。いや、なかなかやったな。ちょっとじゃあ、ここ一回拠点として、整えてみようか。さっきのところ入ってみたいしね。よし。じゃあ、ちょっと、そうだね。いろいろ準備してみようかな。結構斜めになるね。とりあえず簡単な拠点でいいからね。で、で、こっからだ。作業していきたいんだけど、まず薬草だね。薬草大量に作って、キャンプファイヤーも、まあ、肉焼きたいんだけど、これ多分チーズになるよね。塩、砂糖、酢。やっぱそうだよな、肉にした方が早いよな。あ、で、木が足りないんだ。あー、石の炉も作りたいけど、木が足りないもんね。原木が圧倒的に足りないのか。よし、当たった。なんだこれ、エメラルド。へえ、いや、これ初アイテムだ。あったっけ、前作キューワールドの時。へえ、
あ、いいね。新しいの増えてるのいいね。こっちかな。まあでもクエストとか達成したしてないが分かりやすいのはいいよね。はい。買ってきたよ。いる？お肉。え、買ったの？って言われた。そりゃそうなるわな。俺も、え、買ったの？ってなるもん、馬好きだったら。普通に考えて、サイコパスだよね。馬好きなんだよ、すごいよね、かっこいいよねってすげえ言ってる人の前で殺すわけでしょ。やばいよね。よし。一応銅一部持ってるから、これを元に、まず調理施設で、あ、これ回収しとけばよかったね。で、調理マシーンがあればいいけど、チェストがちょっと2つほど欲しいね。もっと大きいのが手に入るんだけどね。で、これと、そうだね、ある程度。時期までは、ま、これで、しのぐか。肉、食べ物、系を取り合えず。入れておこうかな。で、もう一つが、コインとか、銀鉱石もすぐ使えないからね。で、料理ができるようになったと。小麦がね、大量に作れるんだよね。家畜の餌。で、こっちが、熱い。これ、OK。おお、もうできてる。早っ。愛用マックス63とかなるのか。めっちゃクリックしてるけど。まあ、はい、作っといて。まあ、陶芸は一時作らなくていいよね。そうだな。結局、一回作っといた方がいいんだよな。何でもかんでもね。達成項目出るからね。通り鍋カーベロ。これ。意外と狭かったね。ここ置いて、うん、思ったより足りなかった。で、家具が、あれだよね、家の壁とか、銅像、そうだね。置物系だから、まあまあまあ、これはいいかな。で、火事だと武器。双眼鏡。ズームができるようになると。で、銅の槍。あ、これ武器か。刀ができるんだ。あー、これちょっと意外。野球バットね。フルスイング。あー、銅の弓ね。火力は上がるよね。
オッケー。まあ作れるものはっていう感じかな。とりあえず一回寝て、よし、鉄鉱石の納品したいけど、多分文化ね、発展させないとダメなんだろうなーってなるとさ、例えば俺のさ、紙と油脂がそもそも文化的に合ってなくないっていうさ。よし、じゃあどうしよっか。結局鉄作るのにって話なんだよな。結局鉄が作れないっていうかさ、あの銅の時代だから、そうなるとイルウィンがあって、ギーサもどうなんだろうね、ここら辺ね。またこっち逆側行くとかもまあ考えられるけど、いや難しいよね。あともう一回あやつチャレンジしてみようかな。やれる気はしない。ただこれさ、無理やり登った方がよくない？あそこの壁とか、この方がなんか木に行けそうな感じが、倒せそうな気がする。よし、ちょっと通りますよ普通に行けたわ。何だったんだ俺、一生懸命戦ってたのは何だったんだ。え、でもめちゃくちゃなんか強いのゲットできそうだよね、レベル20か。でもなるべく高いところからね。よし、オプロン、顔どこ、そこ、よし、よし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 おーい、よくもさっきやってくれたな。あら、これ下じゃなく、下でもいける、上じゃなくて下でも OK なんだねえ、ホプロンさんねえ、あ、終わっちゃった。ズドーン、そして武器が手に入る、ギガンテスのハルバード。さあどんな感じ、多分両手持ちだよね。おお、強い、ツーハンデッドだよね確かね。いいね、200か。だいぶ、上がったな。あ、ちょっと待った。ちょ。あ、完全に槍だ。そして、遅い。ああ、遅い。ちょっと待った。それはいろいろ考えるな。ここら辺だよね。マルチウェポン。あ、マルチウェイか。はあ。武器をゲットすればっていうところかな。で、この奥。何がいるのかっていう話だよね。お、なんかよくわかんないけど、くるくる、この後の3発目のくるくるくるが強い。
ウィザードいたね。なんかゲットしたよね、アイテムね。なんかすごいモンハンっぽいランスだね。よし。ポーションゲット。お宝あるね。まあ戦闘のしやすさで言うとちょっと難しいね、正直ね。難しい。めっちゃゴブリンコンブリ落とすんやん。コンボ落としまくりやね。そんなにあれだな、お宝が思ったよりもめちゃくちゃいいのがあるってわけじゃないんだね。エレメンタルなんか脱出できないところに巻き込まれて終わったね。あー、しかもここに取りに来ないといけない。いやー結構やべえな。魔法使い消えたし、ロケ広げ、意外と開かなくても良さげな。ちょっともっさりめだけどね。ちょ、金いっぱいだな。開く。え？あー、後ろいたんか。当たれば強いね。ゴブリンの弓だって35、作ったやつより強い。やめてそういうの。封印されてるね、そこね。なんだろう。開ける条件満たしていない。木の矢。王者の庭か。ちょっと見て、確かに強いけど
火力はあるけど操作性だな。やばいね、暗くて何も見えないな。いや、これまともに夜探索できないぞ。単純にやばい。あ、でやっぱ君も復活するんだね。なるほど。いやー、まあまあ夜ゴミやりがいはあるけどね、やばいぐらいに、やばいぐらいに敵が強い。いや、武器もちょっと考えもんだな。いやー、マジで歯応えしかなかったな。いや、これほんとどうしよう。やれることがだいぶ、なんだろうな、限られすぎててちょっと難しいね。一応クエストはこっちあったけど、ちょっとこっち側も気になるね。例えばさ、ここダンジョン飛んでみるけどさ。次回ちょっとダンジョンとかやるのありかもな。ワールドのランクを上げて、その快適性を上げないと、ちょっと厳しい感じするよね。今の状況だとね。よしよしよし。じゃあ、ちょっと、次回は探索メインで、なんか発見を目指す感じに切り替えよっかな。今回家とか、拠点が作れただけ全然いいね。拠点が作れてね。なんなら、今みたいにワープできたから、うん、拠点があるだけ。あ、でも、さっきのところからワープできるかって言われると、あ、やっぱそうだね。タワーがあったから、近くにタワーあったから飛ばしてやるよぐらいの感じだわ。あー。やっぱなんか、そうだね。一応飛んできたけど戻れなくなったもんね。はい。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まあ多分ね、だいぶギュッてなってるんだろうなと思ってるんですけど、まあ結構大変だったね。まあ次回は、そうだね、とりあえずダンジョン、ここのダンジョンだと思うんで、このダンジョンとか攻略を探索面でやっていきたいと思います。では、ご視聴の方ありがとうございました。他にもゲームの解説とか動画投稿してますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。